はい、今日はですね、見てください、すごいドローンがいっぱいあります。そしてこの的みたいなのがあって、このドローンでこの的を当てるドローンファイト、ドローンファイトというスポーツ、ミニスポーツがあるみたいなので、ちょっと教えてもらおうかなと思いまして、まずこれですよね。このドローン、ドローンをやったことないと、こんなちっちゃいドローンなんですね。で、コントローラーがあって、これ、ちょっと聞いてみましょうか。どうやるんですか、これ。まずその真ん中の今触った、これ。こっちを、はい、押してください。こっちを押す。ここが点滅しますね。はい。これが点滅してますね。白く点滅してる方が頭になります。赤がバックラインですね。あ、だから、こっちがお尻で、こっちが頭で、こう、進むみたいな。正解です。そうですね。はい、これを。一旦置いて、コントローラーとコントローラー、プロポと言います。プロポ。で、それの左レバーの下にある丸いポッチを押してください。あ、電源マークがあります、ね。はい。で、それで繋がってる。あ、あれですね。ペアリング。でもそれで飛ばせる状態になっております。離陸ボタン。これ押せば。おお、浮きました。右のレバーで前後左右。あ、本当だ。あ、今自分でやってるやつ、左手の上下で。あ、これで。それで、あ、めっちゃ回るんだ。あ、すごい安定した、ご存知で。結構風来ますよ、これ。来ます。はい。顔面扇風機。ちょっとカメラに付けるかな。あ、使ってもすぐ来るんで。それで、やめたい時どうしてるの？あ、右と同じボタンを持ち合わせるの。あ、これを。はい。ギリギリ。いいよ。うわ、でも簡単ですね。大きくなると難しくなってくるんですか？ところがですね、操作体験基本的に一緒なんですよ。おお、これから入ったら空撮みたいなドローンを買いこなせるかもしれないと。操作系が全く一緒なんで、ただこっちの方がちょっと暴れる分難しいんで。へえ、ぐらいなんですか、これ値段は。今のデッカちゃんが触ってるビールのやつが、はい、Amazon で買えば4000円ぐらいで買えます。めっちゃいいですね。大体まあそれぐらいので相場ですね。赤いピンが隣にあるんです。それはカメラ付きのドローンなので、はい、トイドローンなので、それだけちょっと値段が。ちょっとカメラ付いてる。カメラ分ちょっと値段が上がる。だいたい8000円しないぐらいですね。あ、でもそれでも1万円しないからいいですね。これがドローンファイトさんが考えたやつですか？はい、そうです。あのドローンファイト東京撮ってるのはワンポイントという。ワンポイント、これで競うんですよね、こう大会とか。はい、おっしゃる。どっちが早く割るか。はいはい。デッカちゃんが持ってもらったそのちっちゃいトイドローンを使って、その風船の四方の的についてのどれかを早割りをするというゲーム性になってます。これをバンと当たれば、はい、針が出るんでしたっけ？あ、もうすでに針が出てる状態です。で、これ押せば、はい、バンと風船に引くってことですよね。その通りです。だから安全ですよね。はい、針はそのおっしゃった通り、うん、風船の中にあるので怪我する心配はないです、ね。うん、こう、じゃあちょっと一回割りたいんで。はっ！じゃあさっき習った、まず伸ばして、高さを合わせないと。そうです。このゲーム高さを合わせないと。おお。あ、なるほど。今自分で裏の的から。ああ。あ、うぜー。ああ。うん。戻ってこい。よし。いけ。ノー。本当はっ、お見事でした。うわ、結構練習しました実は練習してるんであれができましたけど、だから本当座ってでもできるし、この操作ができる人なら子供でもお年寄りでもね、足の不自由な障害の方とかも結構楽しんでました。チームを作りたいなと思ってまして、ぜひチーム募集どうしたらいいの？みんなどうやって集めたの？知り合いが多いですか？知り合いが多いですね、うん、はい。ドローンスクールさんごとにコミュニティが出てます。あ、そうか、ドローンスクールの方がやられてるのも多かったりするんですよね、はい。まあ、とりあえず僕はチームデッカちゃんのコーチということで。コーチがいると頼もしいですね、はい。これはもう感動だもん。ゲームコントローラーって非常に近い形してるので、はい、ちょっと互換性はあると思います。ね、もうやり慣れてるんですよね、今の子は特に。この触りもいいし。
いろんなボタンありますよね。はい、あります。宙返りのボタン。宙返り押すだけで、はい、押して右レバーどれかをこの向きにしてやる。レバー方向に、方向に、方向に、方向に。なるほど。まずは風船を割ってみよう。あ、でもついた。おーし、まじゃあちょっと対決しましょう。どれぐらいいったんですか。去年でいったら世界で2番目の強さです。世界2位ぶっ倒します。おーおー、追いついてきた。さあ、的を倒すのがどっちだ。おーっと、ピッチャー先行。デカちゃん頑張れ。今がチャンスだ。狙ってけ。手に手に。あー、落ち着け。あーっと。せーの、ワルド。おー、よいしょー。いい勝負、いい勝負になってきたよ。おー、4対3、スシッチが逆転。あれあら、あー、どっちか分かんない。あー、どっちだ今の。デカちゃんかな、後ろ側にデカちゃんですね。じゃあ4対4どう。よし、あー終了。誰でもどこでも楽しめるドローンファイト、ぜひ体験してね。ウー